クッパチャレンジ気になるな。クッパ用ミニゲームか。オッケーオッケー、ゲームパッド出すわ。クッパパーティーは全部把握してるからね。マリオパーティーはあんまりゲームのミニゲームの機会にあんまり恵まれないんだよな。マリオパーティーのミニゲーム、クッパゲームか基本的には。あ、ゲームパッドを使います。持ってます。え、どんな感じだ。15分もあるっていうのがよくわかんないな。クッパチャレンジ、うわー、なんか盛大に座っとる。お父さん、クッパチャレンジ始めるよ。10個のクッパミニゲームプレイしてハートをどれだけ集めるか。ハイスコアを競う感じか。やっぱさすがに10個ってことは全部じゃないの。ほぼほぼ全部でしょ。ほぼほぼ全部のさ、クッパーゲームってことでしょ。マリオたちを一人倒すとほぼの人で配当3つもらえる。なるほどね。わははは、これはおそらく友人のスコアかな。160、そんなに奪える。友人のスコアっぽいな。ちょっと友人のスコア、いや、運じゃん。若干これ運じゃないの。これはもう若干運が入ってない。だからギリギリまで、だからあっちかなこっちかなして。でも敵の強さは何なんだろうね。強いなのかな。どんどんミニゲームの難易度は上がってくんかね、敵の。だから初めのうちに取りたいね。これは運だよ。とりあえず多い方狙うわ。とりあえず多い方狙います。基本的にはちょっと多い方を潰していこうか。敵の強さはこれって、どっちかというとこれ運だからな、ほぼほぼ。あー、惜しいな、今左だったか。欲張ったな。だから連打タワーとかで一気に奪いたい。あの連打タワーは奪いたいな。よし、オッケー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 。普通にね、まずは普通に倒していく。うん、始めるうちに稼ぎたいけどね。さあ、あ、いや、リタイアさせて数、あ、1で、増えたんだ、ハートもさらに。うわー、14。いやー、これミニゲームしないとこあるぞ。あー、これって何？あー！これビンゴじゃん！こんなの運じゃん！いや、割と普通の運ゲーじゃん。マジの運ゲーじゃん。実力練らしてくれ、頼む。いや、こんなのマジで運じゃん。だって自分さ、ビンゴで偉い目にあって、もうビンゴで毎回さ、ひどい目にあってんだよ。もう運に全てを託すしかねえなー。ま、頼むぜ！よいしょ！ぷくぷくいる？あ、一人いるね。オッケーオッケー。オッケーオッケー、一人ビンゴになったぞ。ま、さすがに4人もいると逆に選択肢も多い。テレサとかボム兵来たら熱いな、これ。いくぜ！はい！ねえ！出た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 ！やっぱり理不尽だよ。前回はね、前回は僕さ、まあ、一度きりのことでとか言ったけど、今回はもうこれも運じゃないよ。これも絶対実力、絶対おかしいって。テレサ、オッケー、出た出た、テレサ出た。レサ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 。出たレサレサ。レサレサ出た。これはでかいな。でかいでかい。なんだかんだれ。ラウンド4。いやー、ビンゴにさせたいな、もっと。えい！ボムフェイね！キノピコが落ちた。これキノピコがもう2ビンゴ。やった、あいつ。これウニラとか来たら熱いな。マリオはワンパンだよ。ノコノコもワンパン圏内。さあ、ノコノコかウニラを狙います。さあ、いきます。ノコノコ、ウニラ、やっごめんごめん、すみません、やっぱこんな運だから、こんな運だから。コウモリ野郎、コウモリ野郎、やっすげえ、これはすごいわ。もうマリオワンパンですよ、これ。あーあーあーあああ、コウモリ野郎。いやー、ビンゴでここまで点取れると思わなかったなー。すげー取った。マイナス9。まあ、マイナス6か。さあ、12。で、リタイアさせて、あー、なるほどね。どうだろう。まだまだ、こっから。前半戦はいい感じなんだよ。何これ。あ、ファイヤーバーね、傾けるやつか。オッケー。達人でもこれ倒せるレベルだからね。なんか達人でも結構当たりやすいっていう感じのファイヤーバー。両方、縦横どっちも反応するから、それを慎重に扱って、とりあえず、敵受け多くの相手を。多くの相手を焼却処分させたい。行くぜ！いや、傾ける操作って意外と難しいんだよね。密集してるね、君たち。君たちちょっと密だよ。君たちちょっと密だね。密だね。密な奴ら、ちょっとこうやってやっていくよ。デジ落とそう！デイジ落とした！うわ、強い、このゲーム。
このゲームはやっぱ強いわ。ルイージはほとんど眼中になかった。アウトオブ眼中だったわ。さあ、17! いいね。中間スコアは別に悪くない感じですね。43なら。わりかしハイスコア狙える説あるな、これ。さあ、4つ目。何これ。あー、これやったことないんじゃない?ピンボールか。ZL で振り、あー、なるほどね。ピンボールか。え、これやったことないね。今まであんなにクッパパーティーやってたのに。画面に映るの面白いな。どうも皆さんみたいになってる。よし。ZL だけか。俺ができるのはこれだけか。まあ、狙いを定めることもできんくはないと。あ、二つ来んの?二つ来るんだ。あ、でもなんか、ちょっと点取りづらそうだな、これ。正直あんま点取れる感じのゲームじゃないな、これ。あー、あんま点取れなさそうだな、このゲーム自体は。まあ、自分がやるのはもうさ、弾見てさ、打つだけ。あー、こういうのがもったいない。今のはもったいない。あうん。あ、でもまあまあ、割かし取ったわ。割かし取った方か。うん。一つ落としたのは完全実力だぞ。あの落とし方は絶対実力だぞ。あさあ、これで、四つ目が55。あー、意外とハイスコア。いや、あいつやばいな。じゃあ、うちの友人結構頑張ってたんだな。次何?はい!来ましたはい、来ました。私の魔の手から逃れられません。連打を下手にミスらなければもう角位置ですよ。もう一発伸ばせますよ。もう全員持ってきます。全員持ってきますんで、覚悟のほどよろしくお願いします。はい、はい、わーすごい気持ちいい !24! やった全員一気に落としてくやったわもう連打とは疲れるけど、これは一番もらえるわ点数あと半分だよ。そうだね、あと半分でもこれきついな。これでしょ。そうだね、爆弾ルーレットきついな。さあ、クッパルーレットはね、まあ、1個当たると3点も奪えるから、でかいんちゃでかいんだけどね。どうだろう?ロゼッタがいるだけでなんか怖いんだけど。あいつシュッて移動してきそう。ガボンもいんな。しっかり。まあ、確実に行きましょう。とりあえず、コンピューの強さがそんな強くないことを活かして、まあ、誰かに当たるだろうって感じで行きましょう。はい、ここ!あー、惜しいな。これ、この固まり方見ると、まとめて配置した方がいい気がするな。分散配置じゃなく、まともに配置、こうやって配置した方がいいかも。今の逃げ方見ると。これでみんなが動くようになるね。で、ここですよ。はい、オッケー。よし、ロゼッタしか持ちたね。オッケー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 。逃げ方がみんな下手だわ。そんな強くないわ。さあ、密集地帯で、止めます。はい、ここ!あー、くそ!ワリオシュッて動いた!こいつずる!ワリオズルシュッて動いたでしょ、君今。今、シュッて噛み返しちゃったな。うわー、そしてもう一つ言うと、ガボン何一つ当たってない。さあ、6ゲームが終わって、今のスコアが94。いや、もう一回連打弾来たら一発ですよ、これ多分。多分無理なんかな?あ、なにこれ?え?マイク?そんな機能あったな。あ、これか、マイク。ゲームパッドにマイクあったな。ふーってすんのか。え、これゲーム無理じゃない？割かし厳しくないか、このゲーム。そんな強くなさそう。こっち大変じゃない、操作。傾け?あ、傾けて、傾けて炎が反応なんだ、こうやって。1ダメージしか、1点しかもらえないじゃん。いや、無理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 。これ喋っても一応反応するんだね、ちゃんと。でもさ、これ無理じゃない?いや、無理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 。全然点数取れないって。これは取れないって点数。めちゃくちゃ難しいもん。操作も難しいし。操作も難しいじゃん。何この弱そうな、弱いってこのゲームはいくらなんでも。いや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 、このゲームは弱いって。いやー、今ので足踏みした。160ってすごいんじゃねえの?もしかしてやっぱり。やばいなー。これビビーローラーだ。ローラーだ。
これは達人でもなんかさ、なんか達人結構さできなかったんだよね。どういう感じだろう。なんかあえてずっと、ま、いや敵の止めた方がいいと思う。まあ、とりあえず回して、いやこれ全員リタイアは無理だな、このゲームの仕様上。逃げる方が大変だけどね、フルトからからフルトからからさ、あ、ちょっと待って、お前ら結構うまいな。いや、お前らうまい、割りかしうまい。わ、割りかしうめえくそー、全然取れねえ。どんどん敵が強くなってんだ、これ。割りかし敵が普通にうまい、やばい。ハイスコア全然取れきてん。うわー、こんなところで、ね、あと2ゲームで、絶望的や。もう一回連打来ねえかな。クップカムキラーストットか。まあこれはもう目押し不可なんでガンガンいきます。意外とこれ達人でも食らってくれたからね。でも。割と達人でも食らってくれてる。これは。なんで、適当にガチャガチャ止めましょう。もう適当にガチャが止めた方がいいっすよ。考える必要がないんで。考える必要性がないんで。考えずにガンガン押します。意外とでもこれ点取れるからね。ほら、本当になんか知らないけどよく取れてるもん。なんかよくわかんないけど取れてるんですよ。なんか知らないけど取れてる、点数が。本当に自分にはよくわからない。避けれるしな。そんな食らう方のゲームじゃないと思うけどな。そんな食らうゲームだったからこれ。ほら、すげえもん。キラースロットの破壊力やばいもん。そんな落ちるゲームだったから。ああ、すげえな、これ。さあ、残り1ゲームになり。いやー、ハイスコアはちょっと絶望的な感がするけど、125。ラスト連打だわ、来い連打。あ、そうか、全部のミニゲーム来たんだ。ハンマーかー。割りかし連射効くんだっけ、これ。1対1だったら負けないんですよ。これね、最後の一押しとしては、ほぼ絶対負けないミニゲームですよ。風の歩みって言葉を知ってるかい？牛の歩みって言葉を知ってるかいよね。僕はもう経験しました。とりあえずガンガン目の前のやつを A でガンガン行こう。これは取れないかもしれない点数で、割ある程度ハイスコア目指していきます。まずはね、はい、ガボン目の前に。よく来たね、よく来たね。おっと、なんか密集してる君だし。よし、とりあえず目の前にいるやつをガンガン落としていく。お、いるねー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 。今途中すげえことになってた。途中ずっと A をしてるだけで点数入った時あったんだけど。うん、上々です。さあ、点数は？割と点数稼いだ方じゃない？でも、リタイアの点数考えればいけんじゃねえか？はい。135。そうか。でも、ここでボーナスで。33？ お、これは、え、これいったんじゃないの？ハイスコア。うん。最高すぎるよ。ハイスコアいったんじゃないですか？椅子で立つなよ。行儀悪い。どんな立ち方よ。行儀悪いって。あーったー、ランク1位だやった1位だー、俺がナンバーワンだあ、2位のやつ見れるんだ。で、ルントと12しか稼いでないもん。もう、それで負けてるわな。あ、2位のやつ、そういうの見れるんだ。連打と、俺は連打が最強だわ。さて、やっておきましょう。コンピュー強さは達人にしてあります。クッパの強さは。クッパの強さは達人にしてあって、まあ、味方はまあ適当です。で、前回は6ライフ全部削られたんですよね。逃げ切れずに。まあ、1回食らうのはもうこれ達人早いんで仕方ないと思うんですよ。6ライフ削られたら負け。1回大丈夫。だから前回の自分を超えます。今日は。よし。またイヤホン取ってる。ちょ、またイヤホン取りました。エイトに交互連打。エイトに交互連打で。どういう連打が一番早いんだろうな。どういう連打が一番早いか分かんないけど。よし、過去の自分を超えます。
食らった。うわ、逃げろ、逃げてくれ、逃げてくれ。あー、よっしゃ。過去の自分は超えたぜ。